谷崎潤一郎悪魔真っ暗な箱根の山を越す時に容疑者の窓で山北の富士坊の明かりをちらりと見たがやがてまた佐伯はうとうとと眠ってしまったそれから再び目が覚めた自分にはもう短い夜がからりと分け離れて青く晴れた品川の海の方から 爽やかな日光が真昼のようにはっきりと室内へ差し込み乗客は総立ちになって棚の荷物を取り片付けている最中であった酒の力でようやく眠り通してきた苦しい夢の世界からパッと一度に明るみへ照らし出されたうれしさのあまり彼は思わず立ち上がって日輪を合唱したいような気持ちになった「ああこれで俺もようよう生きながら東京へ来ることができた」 こう思ってほっと一息ついて胸をさすった名古屋から東京へ来るまでの間に彼は何度途中の停車場で降りたり止まったりしたかしれない今度の旅行に限ってものの1時間も乗っているとたちまち汽車が恐ろしくなるさながら自分の衰弱した魂を恐喝するような勢いでゴーゴーと走っていく車輪の響きの凄まじさ ぐわらぐわらぐわらとけたたましい気狂いじみた声を立てて機関車が鉄橋の上だの随道の中へ駆け込む時は頭がのらんして肝が潰れて今にもそっとうするような気分に胸をワクワクさせた彼はこの夏祖母が脳一血で頓死したのを見たから平勢大酒をあおる自分の身が急にやんじられ いつやられるかもしれないという恐怖にゅう襲われ通していた一旦汽車の中でそれを思い出すと体中の血が一挙に脳天へ逆上してきて顔が火のようにほたり出すああもうたまらん死ぬ死ぬこう叫びながら脳を越え山を越えて走っていく車室の窓枠にしがみつくこともあった いくら心を落ち着かせようと焦ってみても脅迫観念が津波のように頭の中を暴れ回りただわけもなく五体が戦慄し動機が高まって今にも悶絶するかと危ぶまれたそうして次の下車駅へ来れば真っ青な顔をして命からがら汽車を飛び降りプラットホームから一目散に表へ駆け出して初めてほっと我に返った。 本当に命拾いをした。もう5分も乗っていればきっと俺は死んだに違いない」などと腹の中で考えては停車場付近の旅館で1時間も2時間も時としては一晩も休養した後十分神経の静まるのを待ってさて再びこわごわ汽車に乗った豊橋で泊まり浜松で泊まり 昨日の夕方は一旦静岡へ下車したもののだんだん夜になると不安と恐怖が宿屋の二階にまでもひたひたと押し寄せてくるのでまたぞろそこにいたたまれず今度はあべこべに容疑者の中へ逃げ込むや否や一生懸命酒をあおって寝てしまったのであるそれでもまあよく無事に来られたものだと思って 彼は新橋駅の構内を歩みながら今しも自分を放免してくれた列車の姿をいまいましそうに振り返った静岡から何十里の山下を馬鹿げた速力で闇雲に駆け出してさんざっぱら人を驚かし勝手放題にうなり続けてきた怪物がくたびれてだらけて始末の悪い長い体を横たえながら水が一杯欲しいとでも言いたそうに鼻の穴から ふっふフと地響きのするほどため息をついているなんだかパックの絵にあるように機関車があくびをしながら大きな意地の悪い目を向いてこそこそ逃げていく自分の後ろ姿を嘲笑しているかと思われた人々の右往左往する薄暗い石畳の構内を出て正面の玄関から車に乗る時彼は旅行カバンを両肩の間に挟みながら おいフォローをかけてくれこう言って停車場前の熱した広い地面からまともにキラキラと反射する光線の刺激に耐えかねまぶしそうに両面を押さえたようやく9月に入ったばかりの東京はまだ残暑が厳しいらしかった夏の大都会にあふれて見える自然と人間の旺盛な活力 急行列車のそれよりもさらにすさまじくたくましい勢いの前に佐伯はまざまざと表を向けることができなかった剣のような鉄路を走る電車の響き見渡す限り熱気の充満した空の輝き銀色に燃えてもくもくと柳の後ろからせり上がる雲の塊赤く乾いた地面の上を 強烈な日光を浴びて火の粉の散るように歩いていく町の群衆上を向いても下を向いても激しい色と光とが弱い心を圧迫して車の上の彼は一刻も両手を目から離せなかった今までひたすら暗黒な夜の魔の手に悩まされていた自分の神経がもう白日の威力にさえも耐え難くなってきたかと思うと 彼は生き甲斐のない心地がしたこれから大学を卒業するまで4年の間昼も夜も剣豪の騒ぎの絶えぬ激しい巷に起き伏ししてご面んな法律の書物や講義にイライラした頭をなずませることができるだろうか岡山の六甲にいた自分と違い本郷の叔母の家に預けられれば再び以前のような自堕落な生活は遅れまい 長らくの法灯で脳や体に染み込んでいるいろいろの悪い病気を治すにも人知れず医者のもとに通ってこっそりと服薬しなければなるまいことによると自分はこのままだんだん頭が腐っていって廃人になるか死んでしまうかいずれ近いうちに決まりがつくのだろうねえあなた どうせ長生きができないくらいなら私がうんとかわいがってあげるからいっそ23年も落第してここにいらっしゃいよわざわざ東京へのたれ死に押しに行かなくてもいいじゃありませんか岡山でなじみになった芸者のつた子が真顔で別れ際に解き進めた言葉を思い出すとうるおいのない干からびた悲しみが胸に満ち満ちて やるるせない悩ましさを覚える「あの色のあの色の青ざめた感じの鋭い洋ふじみたつた子が時々狂人のように興奮する佐伯の顔をまじまじと眺めながらよく将来を見透かすようなことを言ったが残酷な都会の刺激に肉をつつかれ骨をさいなまれ痛々しく傷つけられて倒れている自分の死骸を彼は実際見るような気がした。 そして十本の指の間から臆病らしい目つきをして市外の様子をかいま見た車はいつか本郷の赤門前を走っている二三年前に来た時とはだいぶん変わって新しく取り広げた左側の人道へ五六人の甲府がドロドロに煮えた黒い漆のようなものを流しながらコンクリートの道不振をしている 大堂に据えてある大きな鉄の桶の中から、炎天に生霧をあげて陽炎のように燃えている。身長の角棒をかぶって、意気揚々と通っていく若い学生たちの風采には、さえのような惨めな影は少しも見えない。あいつらはみんな俺のライバルだ。見ろ色艶のいいほっぺたをして、 いかにも希望に満ちたように往来をかっ歩していくじゃないかあいつらはバカだけれどもけだもののような丈夫そうな骨格を持って嫌やがる俺は俺はとてもあいつらにかないそうもないそんなことを考えているうちにやがて林と肉太に記したおばの家の伝統の見える町の通りへ出た 門内に敷きききめめたの上をきしめきながら、車が玄関の格子先に止まると彼はようやく両手を離して駆け込むように土間へ入った23日前に立ったというのに今まで何をしていたのだい元気のいい声で言いながら叔母は佐伯を廊下づらにひとまず八畳ばかりの客間へ案内していろいろと国の様子を聞いた50近い 小太りに太ったいつ見ても気の若い女であるおおそうかいお父さんも今年は大分ぶ儲けたって話じゃないかお金が儲かったらうちの不審でもするがいいってお前さんからちょっとそう言っておやり本当にお前さんところぐらいガランとして古ぼけた汚い家はありゃしないよ私は名古屋へ行くたびごとにそう言ってやるんだけれど いずれそのうちにとかなんとか長いことばかり言ってるんだもの。この間も博覧会の時に2、3日泊まりに来いって言ってよこしたから私はそう言ってやったのさ。えーっと。遊びに参りたきは山々に候えども。金がねおすすめ申し置き揃ろう。ご不審の儀。いまだ出来金揃ろううちは。 地震が恐ろしくてとてもオタクに登流いたしがたくそろうってねほんとにお前さん冗談じゃない少し強い地震があってごらんあんなうちはたちまちピシャンコになっちまうからお父さんは頭がはげてもうロじいさんになっているからいいがおばさんは色気こそなくなったもののまだ命はなかなか惜しいからね佐伯は な話を聞きながらニヤニヤと優柔不断の笑い顔をしてしきりにうちわを動かしているおばの赤子のようにむくんだ手首を見つめていたがやがて自分も出されたうちわを取って仰ぎ始めた家の中へ落ち着いてみると暑さはひとしおであった風通しのいいようにと残らず明け広げた縁外の庭に こんもりした23本の背の高いカエデと青霧が日を遮ってその影に難点やツツジが生い茂り大きな八つ手の葉がそよそよと動いている濃い緑色の反射のために室内は薄暗くなって叔母の丸々した赤ら顔の方の反面ばかりが青く光っている表の明るみから急に穴ぐらのようなところへ引きずり込まれた佐伯は うつむき加減にまぶたをパチパチさせながらくるめがすりの紺が汗に混じって痩せた二の腕を病人のように染めているのを嫌な気持ちで眺めていた多少神経が静まると車の上で背負ってきた炎熱が今一時に発散するかとばかりに満身の皮膚を燃やして蒸気した顔が目のくらむほどカッとほたり始め物静かな油汗が首の周りにぬるぬるとにじみ出た の別に一人でしゃべり立てていたおばはふと誰かからかみの向こうを通る足音を聞きつけて小首をかしげながら「てるちゃんかい?」と呼びかけたが返事のないのにしばらく考えた後「てるちゃんならちょいとここへおいででないか?」「けんさんがお前ようやく今頃名古屋からやってきたんだよ」こう言っているうちにふすまが開いていとこのてる子が入ってきた。 佐伯は重苦しい頭を上げてさやさやと気にずれの音のする暗い奥の方を見た今しがた出先から帰ってきたままの姿であろう東京風の粋な久し神に茶合紙の浴衣の上へ派手なちりめんの夏羽織を着て座敷の中が狭くなりそうな大柄なスラリとした体を窮屈らしくしなやかにかがめながら よく都会の諸女が田舎での男に挨拶する時のように安心と誇りのほの見える態度で照子は佐伯に会釈をしたどうしたい赤坂の本はお前でイオが足りなのかいええあちらさまでそうおっしゃってくださいますならそれはもう何でございますよーく分かっておりますから決してご心配くださいませんようにってねそうだろう そのの。はずなんだも一体鈴木があんなヘマをやらなければもともとこうはならなかったんだからねそれも採用ですけれどさっきの人も随分だわそうだともさどちらもどちらだね親子はしばらくこんな問答をした薄墓という噂のあるこの家の書生の鈴木が何かまた失策を演じたものらしい 別段今この場で相談せずとものことだがおばはおいの前で自分の娘の利口らしい態度や話しぶりを一応見せておきたいのであろうお母さんもまた鈴木なんぞをお頼みなさらなければいいのに後で腹を立てたってしようがありませんよ照子はませた調子でし島のような口を聞いた少しすれからしというところが見える 正面から庭の明かりを受けてつやのないな長い顔がほんのりによっているこの前会った時にはあどけない乙女の心持ちと大きな骨格としっくりそぐわぬようであったが今ではそんなところはない大きいなりにほうきょうな肉付きへなよなよと余裕がついて長い長い腕やうなじや足のあたりはやわらかい曲線をつくり たっぷりした着物までが美にして大なる女の獅子を喜ぶように素直に肌へまとわっている重々しいまぶたの裏に冴えた大きい眼球のくるくると回転するのが見えて生えそろったまつげの影から男好きのする瞳が細く陰険に光っている蒸し暑い部屋の暗がりに厚みのある高い鼻やナメクジのように潤うんだ唇や 豊かな輪郭の顔と髪とがまざまざと漂って病的な佐伯の感能を興奮させた2030分経ってから彼は自分の今と定められた2階の6畳へ上がっていったそうして氷やカバンを運んでくれた初世の鈴木が降りてしまうと大の字になって眉をひそめながらひさしの外の縁天をぼんやりと見つめていた 正午近い日光は青空にみなぎって欄干の外に見晴らされる本郷小石川の高台の家も森も大地から蒸発する熱気の中にも々と打ちけぶり電車や人越えやいろいろの騒音が一つになって遠い下の方からガヤガヤと響いてくるどこへ逃げても宗府のごとくつきまとう夏の恐れと苦しみを まだ半月もこらえねばならないのかと思いながら彼は半んぺんのような照子の足の格好を胸に描いたなんだか自分のいるところが12階のような高い塔のてっぺんにある部屋かとも想像された東京には23度来たこともあるし学校もまだ始まらないし何を見に行く気も起こらずに 毎日毎日彼は2階でごろ寝をしながらまずいタバコをふかしていた敷島を1本吸うと甲冑が不快に乾燥してすぐゲロゲロと物を吐きたくなるそれでも構わず唇を歪めて涙をポロポロとこぼして棒状に煙を吸い込むまあえらい吸い殻たことの別に兄さんは召し上がるのね ここんなことを言いながら照子は時々上がってきてタバコ本を眺めている夕方湯上がりなどにはいのくのしたたるような生々しい浴衣を着てくる頭が散歩をしている時にはタバコのステッキがいいようですからねと佐伯は難しい顔をして何やらわからぬ文句を並べるだってお母さんが心配していましたよ さんさはあんなにたばこを吸って頭が悪くならなければいいがってどうせ頭は悪くなっているんですそれでもお酒は上がらないんですねああどうですかしらおばさまにはないしょだがまあこれをごらんなさいこう言って情の降りている本箱の引き出しから彼はウイスキーの瓶を取り出してみせる これが僕の麻酔剤なんです。不眠症ならお酒よりか眠り薬の方が効きますよ私も随分内緒で飲みましたっけテル子はこんな塩梅にどうかすると12時間も話し込んで降りていく暑さは日増しに薄らいだが彼の頭は一向爽やかにならなかった脳がガンガン傷んで 首から上が一塊の焼け石のようにのぼせ毎朝顔を洗う時には頭の毛が抜けてべっとりと濡れた方へ着くやけになって髪をむしるといくらでもバラバラ脱落する脳一血心臓麻痺、発狂いろいろの恐怖がみぞおちのあたりに落ちあって激しい動機が全身に響き渡り 両手の指先をゅうわなわな震わせていたそれでも1週間目の朝からは身長の制服制帽をつけて弾力のない心を引き立たせ不祥不祥に学校へ出かけたが3日も続けるとすぐにやきやきしてしまい何の興味も起こらなかったよく世間の学生たちはあんなに席を争って教室へ詰めかけ無意義な講義を一生懸命筆記していられるものだ。 教師の言うことを一言半句も逃すまいと筆を走らせ黙々として機械のように働いている奴らの顔は朝から晩まで悲しげに青ざめて二目と見られたもんじゃないそれでもあいつらは結構独特として自分たちがいかにみすぼらしくいかに惨めでいかに不幸せであるかということを知らないのだろう講師が講談に立ってええ 前回に引き続きましてとやりだすと場内にみちみちた灯籠がハッと机にうつむいてペンを持った数百本の手が一斉にノートの上を走り出す講義は人々の心を飛び越して直ちに手から紙へ伝わる行儀の悪い不思議に存在な奇怪なのらくらした符号のような文字となって紙へ伝わる ただ手ばかりが生きて働いているあの広い教場の中が水を打ったようにしんとしてすべての脳髄がことごとく死んでしまってただ手ばかりが生きているのだ手が恐ろしく馬鹿げた勢いで盲目的にスタコラと字を書き続けたりガチガチとインキツへペンを突き込んだり ぴらりと用紙のページをめくったりすることが聞こえるさあさあ早くぐるいにおなんなさい誰でも早くぐるいになったものが勝ちだかわいそうに皆さんぐるいにさえなってしまえばそんな苦労はしないでも済みますどこかでこんな陰口を聞いている奴の声も聞こえる他人は知らないが 佐伯の耳にはきっとこの陰口をささやくやつがいるので臆病な彼はとてもおびえていたたまれなくなるさすがにおばの手前があるから半日くらいはやむをえず図書館へ行ったり池の周囲をぶらついたりした家へ帰れば相変わらず2階で大の字になって岡山の芸者のことや照子のことや死のことや性欲のことや 具にもつかない主樹雑多な問題を考えるともなく胸に浮かべたどうかすると寝転んだまま枕元へ鏡を立ててきめの荒い骨ばった目鼻立ちをしげしげと眺めながら自分の運命を半ずるようなまねをしたそうして恐ろしくなると急いで引き出しのウイスキーを飲んだアルコールと一緒に だだんだん悪性の病毒が脳や体を侵してくるようであった東京へ出たらば上手な医者に診察してもらいましょうと思っていたのだが今更注射をする気にも梅薬を飲む気にもならなかった彼はもう骨を折って健康を回復する勢力さえなくなっていた「けんさん一緒に歌舞伎へ行かないかね?」などと叔母は よく日曜に佐伯を誘ったせっかくですが僕は人の出さかるところへ行くとなんだか怖くなっていけませんから実は少し頭が悪いんですこう言って彼は悩ましそうに頭を抱えてみせるなんだねく児のないお前さんも行くだろうと思ってわざわざ日曜まで待っていたんだのにまあいいから行ってごらん。 まあさあ言ってごらんよ。嫌だって言うのに無理におすすめしたってダメだわ。お母様は自分ばかりのんきでちっとも人の気持ちがわからないんだもの。そばから照子がたしなめるようなことを言う。だけどあの人も少し変だね。とおばは二階へ逃げていく佐伯の後ろ姿を見送りながら。猫やネズミじゃあるまい,いし。 人間が怖いなんておかしいじゃないかと今度はテルコに訴える人の気持ちだからそう理詰めにはいかないわあれで岡山ではだいぶほうしたんだそうだがもう少し人間が砕けそうなものだねもっとも諸世さんの道楽だから知れているけどまだからっきしよなれないじゃないかケンさんだって私だって 学生のうちはみんな子供だわ照子はこう言って皮肉な人の悪い目つきをする結局親子は女中のお雪を連れて初生の鈴木に留守を頼んで出かけていく鈴木は毎朝佐伯と同じ時刻に弁当を下げて神田辺りの私立大学へ通っていた 家にいると玄関脇の四畳半にこもって何を読むのかしきりにコツコツ勉強するらしい眉の迫った暗い顔をいつもむっつりさせて朝晩には風呂を沸かしたり庭を履いたり大義そうにのそのそ仕事をしている少し頭が低能で普段何を考えているのか要領を得ないがおじやおゆきに一言小言を言われれば表情の鈍い面を膨らませ り深い白い目をギョロリとさせて怒ることだけは必ず確かである四十ぶつぶつと不平らしく独り言を言っている鈴木を見ると家の中に魔物がいるような気がしますよとおばの言ったのも無理はないバカではあるが嫌に陰険で煮えきらないところがあるあれでも幼い頃には一角の秀才で が生前に見込みをつけて家へ置いたのだが将来立派なものにさえなれば照子の嫁にもしてやるとうっかりほのめかしたのを執念深く何もって一生懸命勉強している間にバカになってしまったのだそうだいまだに照子の言うことなら腹を立てずに何でも聞くきっとあいつは照子にほれてオナニズムに没頭した結果 バカになったのに違いないと佐伯は思った鈴木ばかりか自分も照子に接近してから余計神経が悩んでバカになったように思われる実際あの女と対談したあとでは答えがつかれるあの女は男の頭をかきむしるようなところがあるらしい佐伯はそんなことを考えた みしりみしりとはしご段に重い足音をさせてある晩鈴木が2階へ上がってきたもう9月の末の秋らしい夜でどこかにコオロギがじいじい鳴いている叔母を含め女たちは皆出かけてひっそりとした絵画の柱時計の秒針が静かにコチコチと聞こえている何か勉強中ですか と言いながら鈴木はそこへ座って部屋の中をジロジロ見回した「えやと言って佐伯は居住まいを直してけげんそうに鈴木の顔色をうかがっためったに自分に挨拶をしたこともない無口な男が何をあって珍しくも2階へ上がってきたのだろう大変夜が長くなりましたな。 曖昧な聞き取りにくい声でもぐもぐと物を言ったがやがて鈴木はうつむいてしまった毒々しく油を塗った髪の毛が電灯の下でテカテカしている頑丈な真っ黒な生姜の根のような指先をピクリピクリ動かしつつ黙って膝頭で表紙を取っている何か相談があって家族の留守を幸いにやってきたのだろうが 容易に切り出しそうもない妙に重々しく押さえつけられるようで佐伯は気がイライラしてきた「全体何を言うつもりでもじもじといつまでも考えているんだろう」「話があるならさっさとしゃべるがいいじゃないか」と腹の中でつぶやきたくなるが鈴木はなかなかしゃべりださないあなたはそこで勉強しているがいい。 私は自分の勝手でここに座っているんだ」と言わんばかりに畳の目を睨みつつ全身で貧乏上半身で貧乏ゆすりをしている夜は非常に静かであるカラリコロリとさえた下駄の音が聞こえてはるかに本郷通りの電車のきしめきが鐘の余韻のようにインインと響く甚ははだ突然ですが少しその。 あなたに伺いたいいことがあって、いよいよ何か言い始めた相変わらず畳を見つめて貧乏ゆすりをして他のことではありませんが実は照子さんのことについてなんですああどんなことだかまあ言ってみたがい佐伯はできるだけ警戒を装って少しかんだかい調子で言ったが 喉へ唾がたまっていたものと見えてひしゃげたような声が出たそれからもう一つ伺いたいんですが一体あなたがこの家へいらっしゃったのはどういう関係でございましょうどういう関係って僕とこことは親同士だし学校も近いから都合がいいと思ったんですただそれだけですかなあなたと照子さんとの間に 何かか関係でもありはしませんか親と親とが結婚の約束を取り決めたとでも言うような別にそんな約束はありませんがねそうですかなどうぞ本当のことをおっしゃってください鈴木はうさんくさい目つきをしながら歯並びの悪い口元でニタニタと不気味に笑っているいや全くですよ まあそれにしてもこれから先になってあなたが欲しいとおっしゃれば結婚なさることもできそうだと思いますが欲しいと言ったらおばはくれるかもしれないけど当人が分かりますまいそれに僕は当分結婚なんかしませんよ佐伯は話をしているうちにだんだん尺に触ってきてなんだかバカがこっちへも乗り移りそうな気分になった 大声で怒鳴りつけてくれようかと思うほど胸がムカムカしたがじっとこらえているそれに相手が愚鈍な脳髄を遺憾なく発揮するのを多少痛快にも感じているしかし結婚はどうでもとにかくあなたは照子さんがお好きでしょう嫌いというはずはありませんよどうも僕にはそう見えます別段嫌いじゃありませんいや好きでしょう あるいは恋していらっしゃりはしませんかそれが僕は伺いたいのですこう言って鈴木はいかにも根性の悪そうな仏頂面をしてパチクリとまばたきをしながら思っていることを皆言わなければ承知しないというように佐伯の一挙手一投足を監視してにらみつけている恋をしているなんてそんなことは決して。と 佐伯はおずおず弁解しかけたがどうした加減か中途で急に腹が立ってきた「一体君はそんなことをしつこくくどく根掘り葉掘りしてどうするんだい恋しようと恋しまいと僕の勝手じゃないかいい加減にしたまえいい加減に!」喋っている間に心臓がドキドキなってカッと一時に血が頭へ上っていくのが自分にもわかる。 噛みつくようなどばを不意に真っ向からたたきつけられて鈴木の膨れっ面はだんだん陰険な層を崩し始めついには重苦しい薄気味の悪い笑顔になっていくそうお怒りになっちゃ困りますな僕はただあなたに忠告したいと思ったんです照子さんはなかなか一とおりの女じゃありませんよふだんは猫をかぶっていますが 腹の中ではまるで男をバカに仕切っているんです。実はごく秘密の話なんですが。と鈴木は一段声を潜め膝を乗り出してさも同感を求めるような口調で「大概お分かりでしょうがあの女はもう処女じゃありませんよ。随分いろいろな男の学生と関係したらしいんです。大事。 僕とも以前に関係があったんですからそう言ってしばらく相手の返事を待っていたが佐伯が何とも言わないのでまた話を続けるけれども全く美人には違いありませんで、ね、僕はあの女のためなら命を捨ててもいいつもりなんですテル子のお父様が生きている自分に確かに僕にくれると言ったんです 実は話がそうなっていたんですがこの頃になってどうも母親の考えが変わったらしく思われるものですからそれでさっきあんなことをあなたに伺ってみました全体母親もよくありません男親の決めておいた約束を今更保護にするなんて少し無法じゃありませんか先がそういう了見なら僕の方にも覚悟があります何 テル子の気持ちは母親よりも僕の方がよく分かっているあの女は非常に冷酷で男をもてあそぶ気にはなっても惚れるなんてことはないのですだからうるさくつけ回してやればこん負けがして誰とでも結婚するに決まっていますよこんなことを途切れ途切れにブツブツと繰り返して いつまで立ってもやみそうもなかったが突然表の講師がガラガラと開いて3人の足音がすると「何とぞ今日の話は内分に願います」こう言い捨てて鈴木は大急ぎで下へ行った何でも11時近くであろうそれから1時間ばかり経って皆寝静まった頃に「ケンさん まだお休みでないかと言いながらおばがフランネルの寝まきの上へ羽織を引っ掛けて上がってきたさっき鈴木が2回焼きやしないかいこう言って佐伯の持たれている机の角へ頬杖をついて片手で懐からたばこ入れを出した多少気がかりのような顔をしているええ来ましたよそうだろう 何でも帰ってきた時にドヤドヤと2階から降りてきた様子が変だったから行って聞いてみろって照子が言うんだよめったにお前さんなんぞにはロクスっぽ口も聞かないのにおかしいじゃないか全体何だって言うの具にもつかないことばかり一人で喋っているんですよ本当に彼は大バカだ珍しく佐伯は機嫌のいい声でスラスラと物を言った また私の悪口じゃないのかい方々へ行っていい加減なことを触れて歩くんだから困っちまうよ。あれであの男はバカのくせになかなか小型な細工をするんだからね。いずれお前さんとテルことどうだとか言うんだろうそうなんです。そんならもう聞かないでも大概分かっていらんね。若い男がちょいとでもテルこと知り合いになるとすぐあいつは危機に出かけるんだよ。 あいつの癖なんだからお前さん悪く思わないようにね別になんとも思っちゃいませんしかしあれじゃおばさんもお困りでしょうお困りにも何もと眉をしかめる拍子にポンと配布機エキセルを叩いておばはまた語り続けるあいつのためには私時々うなされますよおじさまが亡くなったから一度暇を出したんだけれど その時なんざ私たち親子を恨んで毎日毎日刃物を懐にして家の周りをうろついているって騒ぎなんだろうまあ私たちがどんなにひどいことでもしたようで世間体が悪いじゃないか家へ入れてやらなければ火付けくらいはしかねないし仕方がないからまた引き取ってやったわね照子は何鈴木は臆病だからいつもの小型な細工で人を驚かしているんだって言うけれど 私はまんだらそうでもあるまいと思うなあにああいうやつが今にきっと人殺しなんぞするんですふとさえきはフランネルに包まれたムクムクしたおばの体が襟髪か何かをむずとつかまれて残酷にずでんとーと引きずり倒され血だらけになってキャッと悲鳴を上げるところを想像したあの懐に見えている 象の耳のようにだらりと垂れた乳房の辺りへぐさっと刃物を突き立てたらどんなだろう?」。「不格好に太った股の肉をひくひくさせ大根のような手足をふんばってひいひいバタバタと大地をはいまわったあげくあの死さいらしい表情の真ん中にある眉間を割られてぎゅっと牛鍋の煮詰まったように息の根の止まるところはどんなだろう?」。 ボーンボーンと開花で時計が半を打った辺りがしんしんと老けて大分寒さがしみ渡る叔母は話に夢中になってしきりにタバコ盆の灰の中を仮首でかきまおしている灰の山がいろいろの形に崩れて時々蛍ほどの炭火がチラチラ見えるが容易にタバコへ燃え移らない だから私も心配でならないる子だっていずれそのうち婿をもらわなきゃならないけれどまたあのバカが何をするかもしれないと思うといつの間にか火をつけたと見えて叔母の鼻の穴から話と一緒に白い煙の塊がもくもく吐き出され二人の間に漂いながらはびこっていくそれにそれにる子が となると嫌な顔をするので私も弱りきるのさけんさんからもチロッとそう言ってみておくれなそりゃ私も随分のんきだけれどあの子と来たらまた一倍だからねえ24にもなって一体まあどうする気なんだろうおばはいつもの元気に似合わずしおれ帰って散々愚痴をこぼしたが12時がなると話を切り上げ そういうわけだから鈴木が何と言ったって取り上げないでおくんなさいあんな奴にかかり合うとしまいにはお前さんまで恨まれるからねさあさあ遅くなっちまったケンさんももうお休みこう言って降りていったあくる日の朝佐伯が風呂場で顔を笑っていると裸足になって庭を履いていた鈴木が。 湯船の脇の木の口からのっそり入ってきた「おはよう」と佐伯は少しぎょっとしてことさら機嫌を取るように声をかけたが何か非常に腹を立てているらしくしばらくは返事もせずに面を膨らましている「あなたは昨夜のことをすっかり言いつけましたね」「おとぼけになったっていけません」「僕はあれからまんじりともしないで様子を聞いていたんです」 確かに奥様が2階へ上がっていって12時過ぎまで話をしていました僕はもうあなたとも仇同士だからこれからは決して口をききませんよ僕に何を言いかけたって無駄だから何とぞそのつもりでいてくださいこう言ってぷいと風呂場を出て行ったかと思うと何食わぬ顔をして庭を吐いているとうとう俺にも魔物が取り付いた 佐伯は腹の中でこうつぶやいたあいつは人が親切にしてやればやるほど敵だと思ってつけ狙うんだことによると俺があいつに殺されるのかもしれないいかにあいつのために利益をはかってなるべく照子に近づかないようにしても真実を尽くせば尽くすほどいよいよあいつは俺を恨んであげくの果てに殺すのかもしれない 終始殺されまい殺されまいと気を配りつつ逃げ回っているうちにだんだん自分が照こと恋に落ちてやっぱり殺されなければならないような運命にはまり込みはしないだろうか鈴木はまだ庭を履いている頑丈な力のありそうな手に箒を握って尻はしょりで庭を履いているあの体で押さえつけられたら 俺はとても身動きができまい。主々雑多なとりとめもないモヤモヤとした恐怖が佐伯の頭の中に騒いでいる10月も半ばになって学校の講義は大分進んだが彼のノートは一向熱くならなかった「何毎日出席しなくってもいいんです」とか 今日は少し気分が優れない」とかだんだんずうずうしいことを言って3日にあげず欠席するようになった朝も非常に寝坊をした暇さえあれば布団に潜り込んで獣のような何かに飢えたような目をパッチリと開いて天井を見つめながらうとうととものを考える脳をめぐる血がズキンズキンと枕へ響き 目の前に無数の泡粒がチラチラしたり耳鳴りがしたりして体の節々のほごれるような物ういだるい日が続くちょいとごろ寝をした間にも恐ろしく官能的な奇怪な高等な夢を無数に見るそしてそれが目を覚ました後でも感覚に残っている天気のいい日は 南の窓から尺に触るほどさえわたった青空が濁った頭をのぞき込んでいるもう再び放灯しようという気も起こらないこんな衰弱した体で刺激の強いヴィランした陥落を2日も試みたらきっと死んでしまうだろうと思われる照子は日に何度となく2階へ上がってくるあの大柄な女の平べったい足で 寝ている枕元をみしみし歩かれると佐伯は自分の体を踏みつけられるように感じた「私がはしご団を上がるたびごとに鈴木がおかしな目つきをするからなおさら意地になってからかってやるのよ」こう言って照子は佐伯の目の前へ座りながら「この23日風邪をひいちゃって」とたもとからハンケチを出してチーチーと鼻をかんだ。 こんな女は風邪をひくと余計アトラクティブになるんだと思って佐伯は額越しにテル子の目鼻立ちを見上げた寸の長いたっぷりした顔が食い荒らした食べ物のように汚れて唇の上がジメジメと赤くただれている生温かい活気と強い底力の悪息が頭の上へ降ってくるのを佐伯は悩ましく感じながら「うん」 といいかげんな返事をして胸かに締めた潮瀬の丸帯の一呼吸ごとに震えるのをどんよりと眺めている兄さんあなたは鈴木に捕まったから私が来ると嫌に景色を悪くなさるのねこう言って照子は腰を下ろしてぴしゃんこに座り直した湯へ入らないせいであろう膝の上へ投げ出した両手の指がやや黒ずんでいる。 あの面積の広い手のひらが今にも自分の顔の上をなで回しに来やしないかと佐伯は思ったなんだか僕はあいつに殺されるような気がするどうしてなの何か殺されるような覚えがあってあなたまで恨まれる因縁はありゃしないわそれは何も因縁はないさ佐伯は慌てて取り消すように言ったがなんだか気まずいところがあるので テル子の顔を見ないように話を続けるけれどもあいつは因縁なんぞなくったって恨む時には恨むんだからかなわないただわけもなく殺されるような気がするんだ大丈夫よそんなことができるくらいなハキハキした人間じゃないんですものけれども殺すとしたらまずお母様だわ私を殺す気にはとてもなれないらしい そいつはわからないなかわいさ余って憎さが100倍と言うじゃないかいいえ確かに殺すはずはないのいつか家を追い出された時だってお母様ばかり脅かしているんですよ私は夜昼平気で表へ出てやったけれど点でそばへも寄りついてこなかったわてルコはこっそりと前の方へかぶさるように乗り出してくる それなのに兄さんが殺されるなんてそんなことがありっこないわ。予心歯2人の間にどんなことがあっても佐伯は急に何か物に恐れるような目つきをして。ててるちゃん、ん僕は頭が痛いいだかか。らまた話しに来てくれないかとイライラした調子で剣道に言い放った。 間もなく照こと入れ代わりに女中のお雪が上がってきて何か部屋の中をこそこそと探しているお嬢さんが半旗中お忘れになったそうですがご存知ございませんかしら何でも鼻を噛んだ汚いものだから持ってきてくれとおっしゃいますが忘れたのならそこいらにあるだろう僕は気がつかなかったわねサイキは不愛いそうな返事をすると背中を向けて寝てしまった それからおゆきがややしばらく尋ねあぐんで降りていったころまたムクムクと置きかえったそしてはしご段の方へ気を配りながら臆病らしく肩をすぼめて布団の下からハンを引きずり出し親指と人さし指で目の前へつまみ上げた四つにたたまれたハンケチはどす黒い板のようにぬれてくっついて中を開けると 花水がしみ通してくちゃくちゃになった冷たい布を彼は両手の間に挟んでぬるぬるとこすってみたりぴしゃりとほっぺたへたたきつけたりしていたがしまいにしかめっ面をして犬のようにペロペロとなめ始めたこれが花の味なんだ。 なんだかむっとした生臭い匂いをなめるようで淡い塩辛い味が舌の先に残るばかりだしかし不思議に辛辣なけしからぬほど面白いことを俺は見つけ出したものだ人間の陥落世界の裏面にこんな秘密な奇妙な楽園が潜んでいるんだ彼は甲虫にたまる唾液を 思い切ってこんこんと飲み下した一種かきむしられるような快感がタバコの酔いのごとく脳みそに浸潤してハッと気るいの谷底へ突き落とされるような恐怖に追い立てられつつ夢中になってただ一生懸命ペロペロとなめるやがて23分たつと彼はハンケチを再びそっと布団の下へ押し込み 目がくるめくように惑乱された頭を抱えながら憂鬱な暗淡とした物思いにふけった俺はこうやってだんだん照子に踏みにじられていくのだあの女はトカゲのように長細いしなしなした体で鈴木と一緒に俺の運命の上へ刻雲のごとくかぶさってくるのだ 翌朝佐伯は床を離れると早速ハンケチを洋服の内隠しへ入れてこそこそと鈴木の前を逃げるように学校へ行ったそして便所の戸を固く閉めてその中でそっと広げたり池の右輪の雑草の中に埋もれて野獣が人肉をしゃぶるようにペチャペチャとやるやがてまた何とも名乗しがたい浅ましい不快な気分に呪われつつ ものすごい青黒い顔をしてふらりと家へ戻ってくるそのうちにハンカチは水花のかすも残らずにきれいに黄色く干上がって突っ張ってしまった「もういいかげんに降参しろ」と言わんばかりに照子は相変わらず二階へ上がってきてはチクチクと佐気の神経をつっつくあの銀の針金に似た目元に こびるような冷やかすような微笑を浮かべてじりじりと肉薄されると佐伯は判決の一件を見破られるかと思われてよけて回りながらも存分に翻弄され悩まされていくあのやわらかそうにかさばったすべすべと獅子の発達した肉体の下に魂が押しつぶされもがいても焦っても逃げようのない重苦しさに 彼は哀れを今がごとき目つきをしながら「照子のインバイド!」とうなるような声で怒号してみたくなるかと思えばいくら誘惑したってさんなんかするものか俺にはあいつにも鈴木にも知れないような秘密な楽園があるんだこんな負け惜しみを言って せせら笑う気持ちにもなった。